はい、よろしくお願いします。今回は英語の並び替えシリーズ第7弾をお送りします。で、いつも通り3問なんですけど、ちょっと今回初めて1つ不要ありっていう。で、これは選択肢が今回5個あるんですけど、1個だけ使わないのが入ってます。これ1番だけね。で、2番3番はまあいつも通りなんですけど、まあ、並び替え3問ありますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、自分の方が解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速でまず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、早速一つ不要ありからなんですけど、今回これまず意味があって、ギターを弾くことは面白いだね。すごいシンプルなんだよね。で、It がスタートの The Guitar が最後に来てると。で、まあ、選択肢見た時にやっぱ大事なのは何が不要なのかなっていうところをまあ気づきたいんだよね。で、今回プレイングとプレイが入ってるので、まあこれどっちか不要だろうって思ってください。基本的にはたまに使う時あるけどね、両方ともね。で、まず最初に It が来てます。ここ、これ主語ね、 S だよね。ってことは次動詞が来てほしいんだよね。で、動詞何かあるかなって見た時に is、 B 動詞か play があるんです。 play、 一般動詞だね。で、どっちかなって考えてほしいんですけど、でもまず it play って言わないよね。それはするとは言わないし、もし it を主語にして play を使いたかったら3単元の s が来るから、ここで play に s がつく。だから play は来れないので、まあこれは is だろうと。ここでいいかな。まず is が決定します。つまり it is から来てるので、もう先に面白いを言いたいの今で、後ろにギターを弾くことをくっつけたいっていう流れなの、この問題はね。つまり面白いは interesting なんで、先に it is interesting っていうことで、それは面白いですっていうのをまず作ってしまいます。じゃあ残ったの、もうね、 to と playing と play しかないので、じゃあどれくっつけるってなった時に、 to、 これ play とくっつければ to play で不定詞が作れるんだよね。つまり、まあ、先にね答えを書いてしまうと、 it is interesting to play the guitar ってやることで、これ to play the guitar、 ギターを弾くことね、弾くことは面白いですっていう文になります。これが答えです今回。いいかな。もしね、やっぱ選択肢 it が先になかったら、ギターを弾くことって主語にしたいんで、例えば playing the guitar とかって持ってきてもできるんですけど、まあ it が先にあるんで、今回はこれが答えとなります。では2番いきましょう。で、次はね、まず意味、私の兄は大抵夕食後に音楽を聴きますです。で、my brother 先に書いてあると。で、最後 dinner ですね。で、これね、多分この後の、まあ、my brother が主語になってるので、まあ、動詞から攻めてももちろん構わないんですけど、あそこに dinner がいるんだよね、最後。で、夕食後って言ってるから、先に、あ、after dinner だなって後ろを決めちゃってもいいかもしれないです。自分はそうやってやったけど、先に。そしたら選択肢1個減るしね。アフターディナーだなって、ここは夕食後ももう作ったらいっか、みたいな感じ。で、作った後に、私の兄、主語の後に動詞が来たい。今回は動詞が、このね、リッスンしかないので、これを使うと。で、リッスンは、リッスン2が基本的にセットだから、リッスン2、ここね、リッスン2で、2を使いますと。で、何聞くのって音楽聞くんだよね。だから、リッスン2、ミュージックにしちゃえばいいやって。で、残ったのあいつなんだよ。usually。ね。で、usually の意味は大抵です。例えば、always、いつもとか、頻度ね、どのくらいなのっていう表す単語です。で、これは他の動画でもね、やりましたけど、頻度を表す単語っていうのは、一般動詞の前ね。で、B 動詞の後ろに使うのがルール。もう一回言うよ。一般動詞の前で、B 動詞の後ろ。ややこしいんだよね。で、今、動詞は一般動詞です。リスンね。まあ、S ついてるけど。だから、usually。それは一般動詞の前にくっつけるので、ここに usually が来る。ね、めっちゃ離れたんでくっつけましょうか。after がここに来て、消すよ。
My brother usually listens to music after dinner. これが答えとなります。ごめんよ、線引くの忘れてたね。といった感じで、ラストですね。ラストは会話文になってます。まず A さんが What ほにゃららと質問しました。で、B さんが He likes action movies。 彼は likes 好きなんです。アクションムービー、まあアクション映画ですね、が好きだよと答えてます。じゃあ何聞いてんのかなってとこを考えるんですけど、今回 What 来てるじゃん。で、選択肢の中にこれがあるんでね、ちょっとピンと来てくれると嬉しいんですけど、アウトカインドがある。で、これは1個前の動画、並び替えシリーズの第6弾の多分丸1かなのとこでちょろっと紹介したんですけど、 What kind of ほにゃららってやると、ほにゃららの種類、どんな種類みたいな聞くことができるよって話をしました。で、今回それ使います。なので What kind of で使ったら、その後に種類が来るんですけど、まあムービーズですよね今回。つまり、まあどんな種類の映画っていうのを聞いてます、これでね。で、残ったのが He like does が残ってて、で、これですね、ちょっと話変わるんですけど、定型文というか塊で一個覚えてほしいのがあって、いやもうね、そんなん知っとるよっていうの方は申し訳ないんですけど、これね、あ、クエスチョンマーク起こしまった。 What do you like? まあよく言うよね、 What do you like? あなたは何が好きですかって。多分ね、これ言われた時に、まあこれは親しみがあるというか方が多いんですよ。で、これを基本で覚えておくと、こういうのが作りやすくなります。どういうことかっていうと、例えば What do you like? あなたは何が好きですかっていうのを、彼は何が好きですかって変えようと思ったら、どこ変えるって考えるんです。彼はね、そうすると You のところ、あなたが He に変わるから、彼だからね、 He でしょ。で、 He を使ってるから三単元の S が発動してしまうと。だから do じゃなくて、ここ does に変わるんだよね。そうすると what does he like? 彼は何が好きって聞くことができます。で、今結局彼のこと聞いてるでしょ。で、好きってのがあるから、彼はどんな種類の映画が好きなのって A さん聞いたんです。そしたら B さんが、あ、彼アクション映画好きなんだよみたいな、そんな会話してるんですけど、だからね、この what の部分がちょっと詳しくなった。What kind of movies で。でも、あと見てみて。Does he like? って聞いてるじゃん、定型文の方で。だから残ったの見たら、Does he like? 残ってるから。同じように。Does he like? をくっつけて、これが答えとなります。だから、What kind of movies does he like? って聞いてる感じ。いいかな?What do you like? はね、ほんと覚えておくといいです。こういった時にね、ちょっとひねった時には、こう基本に立ち返ると分かりやすくなりますんで、ぜひこんな感じで考えてみてください。では、今回は英語の並び替えシリーズの第7弾をお送りしました。今回もね、ここまで、ご視聴いただきありがとうございました。で、ちょっとね、今ね、頻度があんまりアップがね、早くなくなっちゃいましたけど、また、第8弾とか、あと他のね、英語シリーズや他の科目も取っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。